コロナ禍で自宅にいる時間が長くなったことに伴い体重が増加した人は少なくないだろうコロナ太りになる言葉もよく耳にする各有筆者もかかりつけ医から原量を指示され帰宅後にサイクリングを始めた先日もペダルをこいでいるとラッセルという名の英国人が 脇をすり抜けていったさらに世界各国の人々が集団で追い越してゆく種を明かせば画面上のコースを走っているような感覚を味わえるサイクリングゲームだ実際の運動量がスピードや走行距離に反映される台に固定した自転車をただ漕ぐのは退屈だがたとえ画面上でも 実在する誰かと同窓すれば飽きないこれもデジタル化の恩恵か国際オリンピック委員会 IOC も身体運動を伴いながらオンラインで競うバーチャル仮想スポーツの五輪採用を検討するというボートや自転車ではすでに仮想スポーツの国際大会が開催されている。 デジタル技術がさらに進歩すれば臨場感も現実並みに高まろうだが表情や息遣いで相手の疲労度や緊張を読み取るような勝負の綾まで再現できるだろうか五輪とは極限の心理戦の舞台でもある